久保さん、今日の朝もね、あのちょっと後期作ったんですけど、そう明日公開だんですけどね、借金返済マニュアルですね。あのー、あれから10年とかにしときましょうか。まあ、久保さんと出会ってね、もう10年ぐらいですよね。早いっすね。<laughs> 10年ですよ。これやばないですか久保さんと出会って10年ですよ。なんか昨日のことのように僕はね、 あのー、20時間ライブで久保さんがコメントを書いてるのを思い出せますよね、本当に昨日のことのように、もうなんで昨日のことのようにね、僕は思い出せるかっていうと、一日一日をやっぱ、克明に生きてるんで、克明に心で記憶してるというか、だからね、なんだろうな、時間は経ってるんだけど、時間経ってないように感じるんですよ、なぜならば、昨日のことのように鮮明にその映像がね、思い浮かぶんで、でも、 これね面白いんですけど真剣にやってないことって国名に思い出せないんですよもちろんなんかその嫌なこととかも思い出せるかもしれないですけど自分がなんか一生懸命取り組んでたこと20時間ライブっていうのもね、まあ、当時ねもうやってる人いないですよ、うん、で僕が企画してやりましょう山口さん言うてねやりましたけど僕もねカメラ回しながらコメント読んでずっとサポートしてましたから まあれはすごく印象に残ってますね。うん、まあ。100時間ライブもやったし、また、あ、ワ,ワンマンでも 20, 20時間ライブ自分でもやって、またやって、20時間ライブは3回やりましたね, <laughs> ね。プロデュースで1回、自分で2回で、100時間ライブもやったし、昨日のことのように思い出せますよ。う鮮明に。うん。ななんか、時間経ったけど、 なんかね昨日ののことのようですね、うん、でもおそらくただぼーっと生きてる人はそういうふうな鮮明に覚えてる記憶っていうのは心で記憶するものがないからやりきったぞとかやったぞとかこんなことやったなっていうのはないと何も思い出せるものはないとぼーっと生きてるぼーっと生きるっていう人生を過ごすんじゃないかなと思いますね。うーん そうだから今日を積み上げるしかないので結局でも今日を積み上げていくと何があるのかっていうと積み上げた数だけの人生のストーリーというかうーん人が見れなかったこと人が体験できなかったことをまあ体験できるっていうだ僕もね まあ思わなかったっすよ、やっぱ借金返してるときね、もう1台車買うとかね、まあ、ずっとまあ親にプレゼントしたいなっていう車も言ってましたけど、借金返してるときはやっぱ、そう必死だったんで、でもなんか、徐々に全部、自分がこう描いてたのを全部叶っていく、実現してい,いけているのは、まあ、単純にまあ日々やっているだけなんですよね。うん、で、これをなんか、他人からもしね、あの、 なんかその指さされるんだったら指さすやつに言いたいんですけどお前今日何やったと俺はやったからやった分だけの対価として買ってるだけなんだとねその何が悪いんだと給料もらって何が悪いと働いたんだとじゃあ指さしてなんだああだこうだ言うんだったらねじゃあお前給料はらもらわず働けよと僕はその分やった分として そのの対対価を対価ををとしてていろんなものを手に入れてます久保さんもそうですよやった結果今の生活ですよまあ久保さんに嫉妬する人もいるでしょうねじゃあ嫉妬するのは自由だけどもお前今日何やったって話ですよねお前今日何やったにしょうでしょうか結構パンチありますねお前今日何やったみたいなね <laughs> でそこに重んじることなくそこに甘んじることなく過去に甘んじることなく日々やります <laughs> 日々切磋琢磨してやります。今日もやりましたし、明日もやるし、あさってもやるし、し明後日もやるししあ後日もやるし死ぬまでやりますよ。だから何言われても、お前何やったと。お前は今日何やったと。言えるようにね。自信を持って言えるように。もし指をさしてくれるやつがいるんだったら、じゃあ給料もらわず働けようと。それをやってきたんだったら言っていいよっていう。<laughs> ね、それをやれるんだったら、別に指さしてもいいけど、俺に構うなと。 俺が何ううと自由だろうみたいな、うん、っていうのを自信を持って言えるようにあの日々甘んじることなく過去やりましたではなく過去もやるし今もやるし未来もやるしみたいなねとにかくやるっていうね <laughs> もう逃げ場がないですね過去もや,るしやってきたし今もやってるし未来もやる逃げ場はないと <laughs> ね。 でもね、でも僕が5年この活動を続けて、最近思うのが、やっぱね、言葉に説得感が出てきたなっていうのは、すごく感じますね、自分でも。やっぱやってきてるんで。で、それを視聴者の方も、うんなんとなく分かってきた、まあずっと見てる人はね、さすがに、さすがに分かってきた、まあ、新規で来る人はね、あれですけど、僕を追ってくれてる人は、さすがに何かに気づいて、さすがに何かやり始めてるっていうね、さすがに。 でもね気づくのが遅かったらもうできないまあできないことはないけども早く気づいて早くやるべきなんですよだって時間ってないんでうんそう時間がないからこそ人生の時間がないからこそ今日やりまくって時間を作っていくしかないんですよ少なくても僕は昔に比べると圧倒的な時間ができました今はでも昔は時間なかったっすよ だって会社に寝泊まりしてたし自分の自由時間なんかないっすよずっと会社でしたからだけど今もう自由ですね <laughs> 自由っすよ今今日ね買い物これからしようかなと思うんですけどいる自由っすね、うん、でさっきブログも書き今日のブログ書いちゃったんでうん自由っすね、まあ、や,るやることはやりますけど、まあ、今日は別にもう仕事しなくてもいいっすね ま久保さんのやりとりはこれ仕事じゃないんで趣味なんで <laughs> 負けず嫌い趣味ですね負けず嫌いという趣味ですね <laughs> 送られてきたから送り返すっていう,う,うまあそんな感じですねお前は今日何やったって言ってらっしゃる